薬も。薬もは、西日本旅客鉄道、JR 西日本が、岡山駅出雲市駅間を、山陽本線、白尾線、山陰本線経由で運行している、特別急行列車である。白尾線で運行されていた、優等列車の遠隔についてもここで記述する。特急、薬も、は1972年3月に、 山陽新幹線を岡山開業に伴い、京阪神から山陰地方中部へ行くには、岡山駅経由のルートが最速となったことから、岡山駅出雲市駅、マス駅機関で運転を開始。1975年3月には、L 特急に指定された。当時は、機動車で運転されており、一名称の全列車が機動車で運転される列車が、L 特急に指定されたのは、初めてのケースとなった。 1982年7月に、白美線前線と三人本線放棄大線駅、チーミ駅、現在の西出雲駅間の電化により、電車で運転され、これと引き換えに、松田駅発着の列車を廃止した。1988年には、瀬戸大橋線経由の臨時列車として、高松駅発着の列車や、1990年には、国際下と緑の博覧会。 花の万博への輸送対策として、大阪駅岡山駅間を延長運転した列車も運転された。1994年12月3日には、ヤクモのうちの速達列車をスーパーヤクモとしていたが、2006年3月18日にスーパーヤクモの列車名を廃止し、全列車がヤクモに統一された。2010年3月13日には、 L 特急の指定も解除されているヘッドマーク及び字幕式種別、行き先表示器には L マークが残されている。役雲の列車名としては1959年9月には米子駅博多駅間を山陰本線、山陽本線、鹿児島本線経由で運行する準急列車に使用され、1965年11月に新設された新大阪駅浜田駅間。 福知山線、影本線経由の特急に使用されるようになったが、1972年3月に、山陽新幹線の岡山開業によって、白尾線経由の特急に使用されることになった。島根県東部の旧国名である出雲にかかる枕言葉の、役も立つ、役も立つにちなむ。そのためか、島根県の東部を発着する列車に命名される、事例が多い。 2012年3月17日現在の運行外況は以下の通りである。全列車が岡山駅出雲市駅間で1号往復、1号から30号が運転されている。出雲市駅西出雲駅間は改装として、後藤総合車両所出雲支所に入りでくしているが、1986年11月1日から1996年3月15日までは一部の 列車が、出雲市駅西出雲駅、1993年3月17日までは、チーミア駅間で普通列車として運転されていたほか、米子駅から普通列車となるものもあった。また、1973年から1975年と1994年12月3日から1997年3月21日までは、岡山駅松駅間で運転されていた列車も、 設定されていた。1997年3月22日の改正で運転区間が岡山駅出雲市駅間に統一された。音名連絡線の特急列車では唯一全区間で交通系 IC カード ICO カが利用できる。列車番号は 1001M1030M を使用して運転線区で変更がなく、下りは号数プラス1000の奇数、上りは 号数プラス線の偶数となっている。2011年現在の列車番号は、2008年3月15日から使用されており、それまでは 1011M1040M であった。岡山駅倉敷駅、総社駅備中高橋駅、に見駅、生山駅から、根府駅から、宝木大前駅、米子駅、安木駅、松江駅、玉津くり温泉駅から、新寺駅、出雲市駅、 1982年7月から後藤総合車両所に所属する381軽電車が使用されている。このうち4号復、6から9.22から25号の1号車にはパノラマ型グリーン車を連結した編成で運転される。原則として4両で運転されているが6両、7両、または9両で運転する場合もある。6両編成の時は 1>, 1から3.6号車が座席指定席4.5号車が自由席に7両編成の時は増結される5から7号車のうち5号車が自由席6.7号車が座席指定席に9両編成の時に増結される7から9号車はすべて座席指定席となる2011年3月11日までは4両編成の場合は2.3号車が欠番になり この時5号車は普通車座席指定席となっていた。1987年から普通車指定席の座席が従来の座席を改造したバケットシートに変更された。リクライニング機構はそのままであるが座席モケットの色はピンク色と赤紫の2色となり座席背面に大型テーブルが設けられ廊下には赤色のカーペットが敷かれた。この時車体塗装は 国鉄色のままであった。この後、自由席車も座席の改造が行われた。1994年12月から運転開始されたスーパーやクモに対しても座席などの改造が行われ、塗装も薄紫色地に青紫、白、赤紫の帯が施された。この時からパノラマグリーン車の連結も開始している。さらに、ゆったり役も、 かの対象となる前に全般検査での再塗装を行った車両は緑と灰色の薬も色に塗り替えられている。2007年4月3日より順次座席改善や喫煙室の設置、ただし2009年6月以降喫煙室も廃止され全車禁煙化など総額20億円弱の工事費をかけた黒潮編成に準じた大規模更新工事が行われ、 2010年8月2日から全列車がリニューアルしたゆったり役もで運転されている。総額20億円弱という更新工事費は1両あたり約2億円とされる振り子式特急傾斜両の心臓費の20%近くに乗る金額である。種別、行き先表示器の字幕は国鉄時代のデザインに準じた白地に コンモジで JR 西日本オリジナルの黒字に白字表示ではない。リニューアル車両は LED 式に変更されている。ゆったり役も絵のリニューアルで車体塗装は白をベースに窓周りを赤く塗ったものとなった。これは大仙の関節の白と出雲大社の巫女の赤をイメージしたものである。なお、ゆったり役も絵の改造工事による予備車不足のため、脱客機に ひねの電車区所属の381系6両、編成1本、国鉄色編成が3両ずつに分割されて、役も、の増結車両として使用されていた。2015年10月に、山陰、規制線で使われていた381系電車が287系、289系に置き換えられて、以降は、唯一381系電車で運転される。 定期列車となった。2017年5月19日付の山陰中央新報において、2022年を目途に 381K を置き換える新型車両を導入する方針を固めたと報道された。記事内では他の JR が保有する空気バネ式車両を借り、白尾線で試験走行を実施した上で自社保有する。 制御付き自然振り子車両などを含めて効果を検証し、その後、新型車両の設計構想を固め、生産を始めたい考えを明かしており、2017年7月13日には、JR 四国8600系電車が、岡山駅ビ中高橋駅間で試運転を行っている。JR 宝塚線の川西池大駅のコンコースに、役物車体ボードが設置されている。 1972年3月15日から1982年6月までは、キハ181系機動車が使用されていた。付属編成は、岡山駅与那子駅間で基本編成に連結され、最大で11両編成で運転された。運用開始直後は、基本編成7両付属編成3両だったが、1975年3月15日以降は、 基本編成8両、付属編成3両となった。白ク線、三位本線電化の際、上越新幹線開業で余剰となる183、京線番台を転用する計画もあったが、白ク線では曲線区間が多く電車化による、時間短縮効果が得られないことなどから、この計画は取り留めとなった。全区間で振り子装置が作動するため、 曲線部の多い白尾線内でも高速運転が可能となっている。1958年に京都駅、大古曽駅間の急行列車として運転を開始した。これは1953年3月から岡山駅松駅間で運転されていた快速列車の運転区間の延長と列車種別が変更されたものである。この快速列車は それまで普通列車のみ走るローカル線に過ぎなかった、白尾線が大阪山陰地方間のルート、山陽、白尾線としては、主要ルートであった福知山線経由よりも距離が短く、山陽本線内では、速度も速いという長所を生かし、音名連絡の主要路線となる契機となる列車であった。運転開始当初の急行、大線は、京都駅岡山駅間は、 宮島と1961年から薩摩と並結運転が行われた。1961年からは客車から機動車に変更され、京都駅、大古駅間の所要時間も1時間近く、短縮された7時間37分から44分で運転されていた。1963年から阿光線経由で運転されていた。 1968年に大阪と山陰地方を結ぶ急行列車に大山の列車名が使用されることになったことから、白尾線経由の大山は沖に解消され、1969年には i o 駅東岡山駅間も山陽本線経由に改められた。山陽新幹線の開業によって、白尾線にも新幹線連絡の特急列車が運転されることが、 確実となったため、それへのつなぎとして1971年に沖は特急列車化された。これに伴い、運転区間が新大阪駅出雲市駅間に変更され、初めて白尾線で特急列車が運転されることになった。これは木波181系の奈良市運転を兼ねる列車であったが、新幹線開業後の白尾線経由の特急列車は薬元と命名されたため、 沖の名称はわずか1年で廃止された。列車名の由来は、大仙は鳥取県にある大仙沖は島根県の沖諸島である。音名連絡列車として、岡山駅出雲市駅間の準急列車として1960年に運転を開始した。翌年には運転区間が、 宇野駅博多駅間に大きく拡大されたが、岩見増田駅、現在の松田駅下関駅間は5両編成の、うち3両は山口線、山陽本線経由、2両は山陰本線、長都市駅経由で運転され、岩見増田駅、下関駅で、それぞれの編成が増解決を行っていた。1965年に博多駅の乗り入れが廃止され全編成が、 小郡駅発着に変更された。1966年に急行列車として運転されるようになり、1968年には急行、玉作りを統合してに往復になったが、1975年に、米子駅と増田駅で、後期、岩見、津和野に、系統分割されて消滅した。車両は、キハ28系、キハ55系が使用されていた。 1962年に、三原駅出雲市駅間で運転を開始した、準急列車であるが、設定時間帯は厳しく、利用客も伸びないことから1965年に、運転区間が、宇野駅出雲市駅間に変更されるとともに、玉作りに解消されて廃止された。玉作りは1966年に急行列車化されたが、運転時刻は、解決。 ほぼ同様の時刻で運転された。運転経路は、新時と同じであったため、1968年に、新時に統合され、愛称名としては廃止された。1972年には、旧、玉作りの系統を引く、新時一往復が、出雲市駅浜田駅間を延長している。列車名の由来は、会家が、鳥取県米子市にある、会家温泉から、玉作りは、 島根県松江市にある玉造温泉である。新時の旅客流動に合わせた運転区間の変更により、1975年に岡山駅与那子駅間で運転を開始した急行列車である。二往復が運転され、特急、薬雲の補助列車の使命を持っていたが、1982年に、白尾線の電化により、薬雲、に、九州、統合される形で廃止された。 列車名は鳥取県西部の旧国名である放棄が由来となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。